そうは、当庁の第21代皇帝。異衆の逸を。皆通14年、異衆が崩御すると12歳で、観官,官たちに擁立されて即位した。在位期間中は、観官,官の伝令を務めに調整簿を一任し、自らは、凶楽にふけった生活を送った。特に馬玉を好み、側近の石屋著に対し、もし馬玉の過挙があれば自ら上限となるであろうと。 いった記録が史実岩に残されている。在位中は、連年自然災害が続き、民衆の生活が困窮していた。犬イ,イフ元年、牧州で、王戦士が反乱を起こした。また翌年には高僧も遠くで決起。後に、両者は合流し、大規模な農民反乱となる。王戦士が死亡した後は高僧が、指導者となり、窃盗を攻撃。 福建や甲州を落とした後に北上し深州、高領を次々と陥落させ、中原へと軍を進めた。広明元年11月、高僧軍はついに落葉を落とし、12月には長安を占拠した。朝廷では最小路敬が自殺し、基層は伝領務と共に500の新作軍を率いて、職へと逃亡した。逃亡した基層は、 砂田族の利活用に救援を要請。利活用は、高層群を多層にて破り、冠中より高層群を撤退させる。中和4年、反乱に失敗した高僧が自殺。翌年3月に起層は、長安へと帰還するが、当時は、地方で軍罰が割拒し、朝廷の統治権が及ばない状況となっており、党は、実質的に、河西、三南、県南、 例南制度数十州を統治する地方政権となっていた。中和5年3月、伝領務と川中節度市、王主芸の対立から、王主芸が利活用へ支援を要請。その要請を入れた利活用は長安へと迫った。伝領務は再び、起草と共に、法省へと逃亡。皇帝が逃亡した長安に、初動平和が進駐し、宮殿の大半が焼き打ちにあって、 宮ケ少女状、マリタメ、シゲルグサと形容されるに至った。この混乱に乗じ、終節都市の主は、縮層の夜叉後であった、上王李を皇帝に擁立した。貴想が行為を散脱する者と非難、王茂ゲと利活用に種討伐を命じた。また種の長身王行湯にも主の密直を下し、この攻撃により種、及びその一派数百人が斬殺された。戦乱が収まった。 合計4年2月、起想は長安に帰還したが、調整の実験は、宦官の洋服卿が掌握していた。改元直後の門徳元年3月6日に放御した。起想が長安を放棄して、職に選とした時、一助官から避難されて返答することもできなかったという逸話が残されているが、これは起想の打弱な性格を強調したものと考えられている。 その量は発掘調査されたが、紛糾の規模に比して石質は極めて貧弱で、壁画なども粗末であった。ありがとうございます。